どうも皆さん、おはこんばんにちは。オットジャです。メタルギアソリッド5ファントムペイン、続きをやっていきたいと思います。とさて、ミッションリストから、これだね、世界を撃った男の真実。特にあれ、ブリーフィングテープもない、病院を脱出せよとしか書かれていない。行ってみようか。このミッション受注、ゴー。なんか一つ気になるのさ、いつも後ろダイヤモンドドックスだったような気がするんだけど、今あれだね、マザーベースというかピースウォーカーの時のマークになってるような気がするんだよな。行くぜ。死ねだ、マザー。カズ、血圧低下しています。総監、早く。アラスト、無役だ。おお、フォックス、グランドゼロズの後のクリア。ダメだ、もう一度。おお、生き返った。どうなってる？心拍は回復しましたが、蘇生までの時間が長かったので未だ昏睡状態です。そっちは？そっち？頭部に破片が、ん？刺さっていて。おお、一番最初じゃないか。一番最初だぞ。でもね、完全にさ、今の話の流れ的に頭頭部に破片がってことはねえ、ビッグボスは隣にいた。俺は誰なんだ。カズもあそこにいたってことは、ちょっと待て。起きてるぞ、お姉さん。あのラジオが流れてるのか。おお、右にもいた。左にも誰か寝てる。もしもし、起きてますよ、俺。起爆サイム、見てる見てる。
電話？V が目覚めた。V has come to. V has come to. 赤泉。赤泉、聞こえてますね。声がうまく出せませんか。そうだ。首は動かせますか。ああ、動く。聞こえていたらうなずいてください。いや、聞こえない。全然聞こえない。聞こえない。上を向いてください。では今ね、下を押したんだけど上向いたんだよな、勝手に。どういうことだ。ああ、落ち着いてください。焦ることはありません。あなたにお話があります。いいですか。ダメだ。どうか落ち着いて。ああ、落ち着いてけばいいんだな。あなたはずっと昏睡状態だった。分かってます。どれくらいの長さか。そうだな。あなたが眠っていたのは9年です。なんだと。お前、よそこま、よそこま、よそこま、ナース。お前おかしいだろ。お前、ちょっと、おお、ちょ、うん、落ち着いて。そう、うん、落ち着いて、落ち着いて。もうちょ、大丈夫です、大丈夫です。そうです、落ち着いて、落ち着いて聞いてくれっていう話題じゃないよ。ああ、一週間後か。気分はどうですか。ここの、あなたが完成したら1週間を、今日は体を起こしてみましょう。ナース、ここで飛行機の墜落事故の話をしてるんだけど。筋力は衰えていますが、昏睡中もマッサージや CPM に加えて筋肉保持の EMS を続けていました。この飛行機墜落の中に、サイコマンティスっぽい子が乗っていたらしいんだよね。あなたは9年前、いや違うか、重傷を負いました。大きな爆発で救出された時、あなたの体には108個の破片が刺さった状態でした。ああ、金属片だけではなく、人の骨や歯までもが体内から摘出されたと。ほとんどは取り除かれました。ですが一部の破片はまだ残っています。それらはつまりあなたの心臓近くと頭部のものです。こっちを。頭部の破片は大脳皮質の奥にまで達していました。金属の破片もあるのでMRI は使えませんでした。心拍数が高い。これを無理に抜くと120って、俺ホラーゲームやってる時ぐらいだ。出血を起こし、ビビってる時の、おそらく死に至るでしょう。おお、記憶障害や機能障害、それは残りますと言っても、このままでも生命に危険はありません。おお、もう一つ、これが今のあなた、あなたの姿です。実際に見てください。遅かれ早かれ、いつかは受け入れないと。気持ちはわかります。ですが自分の腕を、自分の目で確かめてください。見えてよ、勇気を。
よそこま落ち着いてください。お前さ、落ち着いて、お前さ、わざとやってるだろ。俺を興奮させたいだけだろ、お前。ですね、大丈夫。そう、そうです。なんて鬼畜なドクターなんだ。どういうすか、落ち着いてくださいと言えばいいと思う。手術はまだ体力的に無理です。いや、彼が覚醒したことが漏れてしまった。急がないと、患者が危険だ。オペの準備をしてくれ。オペの準備をするんだ。ちゃんとこれ記録変わってたりするのかな。よく見てなかった。そう、あなたの覚醒を望まない者もいる。死んだはずのあなたが生きている。それが外に漏れた。あなたは世界中から狙われる。今すぐ顔を変える必要があります。そうでないと生き残ることはできないのです。あなたを広い世界に出す前にやらなければならないことがあります。オープンワールド。これは今日までのあなたです。あなたの顔を作り変えます。そうするしかない。これが俺の顔、オンラインのだな。48時間後。いいでしょう。では包帯を取ります。顔の傷は大丈夫です。実を言うと、この包帯はあなたの命を狙うものから、あなたを守るためにしていたものです。来てる来てる、後ろ。今後はエイハブと名乗ってください。名前も過去も全て忘れてください。後ろに来てるぞ、クワイエットが。多分。おお、そうね、パイロットとカズとスネークと。あ、なんか、おお、俺がいる。グッドラック、オトジェイザペン、ビッグボス、ビクトリーボス。ってことは、俺の顔がスネークに。今のあなた、あなたの姿です。おじさん、いて、やばい、俺を殺しに来る。まだだ。つまり俺はスネークじゃない。やばい、こっち来る。ごめんなさい。やめて。強いな。
エタノールか何かかかったんだ。ちょっとやめて、俺じゃない、俺スネークじゃないって。くー、死ぬ。ナイス。怖っ、こっち来る、こっち来る、超怖い。おい、超花びらが逃げよう。あの女はどうした？女？俺たちが火をつけて窓から落ちたよ。お前は誰だ？俺か。俺はお前だ。9年お前を見守ったイシュムエルと呼んでくれ。どうなってるんだ？やっと話せるようになってきたな。世界中があんたを殺そうと。さあ早く、ここはもうすぐ催事。動けないか。よし、じゃあこれでどうだ。気持ちいい。強靭剤だ、じきに歩けるようになる。よし、ついてこい。分かったな、人使いが荒いんだから。あのね、待って、なんか一番最初さ、上を見てくださいの時さ、わざと下向こうとして、あそこで多分設定が変わったんだね。下を押すと上上がっちゃうんだよね。 OK、ちょっと待ってね。よーし、 OK、 よし、ここを出るぞ、踏ん張れ。分かった、よいしょ。非常階段で行こう。了解。よし、よいしょ。ちょっとぐらいさ、あの肩とか、貸してくれても、いいんじゃないの。よいしょ、よし、こっちだ。そのこの尻見るの久しぶりだな。よし、よし、ここに、ここに入って腕に力が、よし、よし、いいぞ、はい。自分の体に力を。まだ無理か。汚い灰皿の水が。よいしょ、あー出てくる、ボルギン出てくるから、そこ。よいしょ、あの行かない選択肢はないね。3、2、1、まだまだか、よかった。出ないとか、もしかして。待て、やばい、あの子は子供。なんか来るぞ。
丈夫か？来てる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 。服着てる。ボールに乗ってる服を着ている。脱臼してるかなこれ。よいしょ、うん、お尻よいしょ、オッケー、立てそうだ、うん、なんとかなりそう。よし、オッケー、よいしょ、うふ、ねえし、痛い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 、待ってろ、戻してやる。このピローンとかメタルギアソリッド3だね。次からは自分で乗せよ。安全な場所に身を隠して治療するんだ。おい、見ろあれ。何？ああ、サイファー、よし、最初の頃の俺とは違う。こっちだ、急げ。姿勢を低くね。頭を下げろ。ああ、言われたくなっちゃってくる。
よし、行ったぞ。今のうちだ。了解。なんだ。あ、そうだ。助けて。分かっていてもヒヤヒヤする。来い。分かってる。性変更ボタンって言われるとなんか急に現実性に引き戻された。分かった。ごめん。了解。来てる。わかった。やばいぞ、来てる来てる。下な。そっち？そっちだよな。開けてくれ。おい、こっちだ。さあ入って。落ち着いてください。みんな落ち着いてくれ。指示があるまで待機していてください。どうなってんだよ。どこ行った。なくしてるか。あ、落ち着いてください。大丈夫ですので。何や、動かねえんだ。しろ、どいてくれ。ちょっとどいてくれ。ちょっとすまん。いや、すまん。このお尻は違う。早く避けて、逃げて。後ろを持たれてる。後ろ。
OK。そこに隠れてるのか。おっ、ああそうか、うわ怖い、びっくりした。上に寝てるやつを殺したんだ。一人は見張りか。よーし、出てった。いたか。いない。ここに逃げてきた。よく探せ。わかった。よいしょ。こっちだ。ここは見つかる。下に紛れていこう。うつ伏せになれ。歩幅で移動するんだ。撃ちすぎ。何するつもり。もう流石だよな、ここはわざと。輸血パックっぽい何かだよ、ほら。点滴とかするやつに入ってるやつをダーミーで出してるんだな。これな。だが俺はそれを持っていない。眩しい。来てる来てる、ボルニア来てる。
ケットランチャーも効かない。時はまだサイファーとこのね一緒に燃える男を、ボルギンはボグルギンとそのね、あーまだ生きてるサイコマンティスみたいな子供はお互い仲間ではなかった。ファイアボール、この後ね、あのサイファーとまあ、スカルフェイスか、スカルフェイスの復讐心というか怒りに少年が感化されて、それでプラスアルファボルギンもついてきたと。聞いてない聞いてない聞いてない、助けておくれ。はい、治りました。階段で降りよう。 OK、ナイスショット、さすがだな。よし、ジャムを回避して、よし、銃は撃てるが、構えボタンで構えたまま攻撃ボタンを押せ。消火器を狙え。OK。ほっ。リロードしとく。待て、やつらだ。左のやつを撃て。了解。ほっ、オッケー、さすがだ、行くぞ。了解。
になる。頼んだ。かっこいいな。ね、前回一番最初の時は失敗したけど、あの時の俺とは違う。こっ、OK、まずは一人。オッケー、気づかれてない。こっちまで回って。オッケー、二人目。はい、三人目。リロードをしといて。よいしょ、よいしょ。リロードできてないね。もうあと何人かどこにいるんだ。あれか、ほっ、 OK、 リロードしとこう。これで全員じゃないか。違う、まだいるか。いたな。おやすみ。よし、オッケー、これで全員か。ほっ、よし、さーてと、さすがだな。隣の人に薬莢が当たらないようになってるのかな。強すぎるだろう。さてと、水に弱いボルギンは、怒りに復讐に燃えるボルギンは水があればいいんだが、見た限りないよね。おお、ちょっと、武器が変わってる。
引き金が引けない状態になってるのかな。聞いたのか。完全にホラー映画だ。さすが装甲車。これ物理だろ。さて今のうちに置いてましょうかな。ごめんなさいね。よしよし。あーすいません。はいすいません。ですよね。よいしょ。燃えてる。くらえ。走る走る。ナイス。乗れ早く。よいしょ。オッケー、ちゃんとシートベルトつけて。来てる。爆発するぞ。完全にとばっちりだよ消防車の人たち。やばかった。危ない。前見て運転して。してる。ミサイル。うわ。で、この後、いなくなってるんだよな、一周メールが。すごいレベルアップしてるな。
ランク A が被弾してしまった。おお、イシュメールいるじゃないか。ブスこちらへ、早く。あれ、オセロット、俺は気絶してる。ってことは、あなたのバイクを用意しました。メンテナンスもしてあります。おお、ビッグボス、頭にトゲも何も刺さってない。怪我してなかったんだ。いや、まあ怪我しただろう。おお、トライアンフ、メタルギアソリッド3のエヴァが乗ってたやつだな。これ、うん、パスポート。今日からのあなたの名前です。オトジャイザペン。お顔を変えた方がいいでしょうか。彼があなたの代わりを。今日から彼がスネークです。言って、本人もその気です。彼が俺のファントムになるんだな。あなたの命を世界中が狙ってる。彼ならうまくやる。さあ、あなたは早く。わかった、あれをくれ。あれ、まさか。ああ、マキー、おお、ファントムシュガーじゃないな。なぞらシュガーっつった。ではファントムシュガーではない。かっこいいな。うわー、うまそうに吸ってる。ダイヤモンドドックスのジャケットを着てるぞ。お、おお、スネークイーター作戦、メタルギアソリッド3だね。1964年、ザボス死去、昏睡状態のボルギン、コード等がジエンドの死体の研究を始める。はね、もう少しすると1972年、恐るべき子供たち計画、これがイーライことリキッド、デイビッドことソリッドが誕生。ビッグボスゼロの元を去る。ええ、コード投下、うん、マザーベス壊滅で恐るべき子供たち計画破棄。イーライはイギリスへ。ゼロスカルフェイスの寄生虫により脳に障害を負う。ほう、でイーライは1979年でアフリカで消息を絶つ。リキッドね、エメリヒ・ストリンジ・ラブに第一子誕生。ハルト命名、オタコンだ。1984年、ビッグボスおよびビッグボスのファントム覚醒。第三の子供を乗せた旅客機、ウクライナ三冠。スカルフェイス死去。ほう、
まあこの今までのストーリーの全部の流れ、あ、なんだ、おう、カセットテープが世界を売った男より、おお、俺がいる。麻酔間に合いません。なしで回復します。あ、よせ！ボス。ボスの前に入ったのか。思い出したか、自分が何者で役割は何か。お前のおかげで俺はもう一つの世界を生き延びた。そしてもう一つの歴史を残せた。お前ももう一つの世界を作り、歴史を残した。お前は影武者なんかじゃない。ドクタルテン。もう一人の俺。いや、俺たちは二人でビッグボスだ。俺たちがこの今を作った。このサーガも伝説も俺たちで作ったんだ。俺たちこそが世界を、未来を変える。俺はお前であり、お前は俺だ。それを胸に刻め、忘れるな。ありがとう、友よ。これからはお前がビッグボスだ。俺がビッグボスか。ここまでやってこれたんだ。角が伸びてる。はい、ということでね、メタルギアソリッド5ファントムペインクリアというわけですね。いや、最初の時からちょっと気にはなってたけど、なんだろうね、ただ俺を影武者扱いするのかなと思ったけど、なんだろう、最後の最後だね、ちゃんとボスからのテープも来てて、なあね、トライアンフのあのメタルギアソリッド3のバイクで行くってところもね、ハマキを吸ってのも、ああ
また別の二人のビッグボスが歴史にいろいろと残していったわけだ。まあ気になるところはね、イーライことリキッドとあとソリッドもね、会えるなら会ってみたかったなってね。どうなんだろうね、その顔を変えた方がパスポートって渡されて、オンラインに行ってるのがじゃあ実際のビッグボスなのかっていうね、もともとのねオリジナルなのかっていうのが気になるところだね。オンラインでみんなこうバン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 やられて、みんなあれ全部ボスみたいな。はい、ということでメタルギアソリッド5、結構ね、やりましたが、皆さん楽しめたでしょうか。ぜひね、この世界観やってみないとわからないことがたくさんあるんでね、メタルギアの世界にどっぷりと使っていただけたらいいかなと思います。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。ほんじゃまたな。教えてくれ、ボスの意思は何だ。本当のビッグボスは俺たちと行動を分かち、新たな国家を築こうとしている。新たな国家、真のアウターヘブンを作る。国同士の覇権争いや利害、報復の歴史の外側に立つ世界のバランスを保つための軍隊。いや、そうなればもはや新たなる国家と言えるだろう。俺たちはそれまでもう一人のビッグボスを助ける。伝説を引き継いだもう一人のファントム。これこそがビッグボスの意志だ。わかった。9年前、まだ俺は何も失っていなかったんだ。俺は今度こそ本当に全てを失った。ボスも、ボスと共に築く明日も。やがてビッグボスの息子たちの時代が来る。彼らはボスを仇とするだろう。その時代を変える俺たちには役割がある。真実とファントム、二人のビッグボスによる革命の土台を築く。いや、俺はビッグボスを撃つ。ファントムも息子たちも俺が大きくする。そのために俺はこの役割を続ける。そうか。いずれボスは一人になる。ボスは一人でいい。息子たちもやがては対立する宿命だ。いつかお前がサイファーに着く日が来たら、俺はもう一人の息子に着く。その時はお前とも仇同士になる。どちらかがどちらかを殺す。そいつはいい。俺は次の時代に備える。あんたとはそれまでの共生だ。